大中富義信は、平安時代中期の貴族、家人、神義大福、大中富頼元の子、家には、正四位下、採主、神義大福、三十六家川の一人、天縁元年伊勢神宮採取、神奈二年生四位下二女位、天略五年、梨坪の五人の一人に選ばれて、和歌書よりうぞとなり、万葉集の訓読と、五千和歌集の先集に当たった。 冷泉天皇、遠融天皇の大上海和歌を栄進したほか、遠融天皇、花山天皇に歌集を召されている。また歌合わせや、病部歌の制作でも活躍し、母子二代の伊勢西宮となった、騎士城、乗り子内心農家にも出入りした。周囲和歌集以下の直線和歌集に124種が、日集、歌集に、吉野部集がある。なお、100人一種に、 三木森英氏の宅日の夜は燃え昼は消えつつ、物を起こそ思えが、吉信作として入っているが、作者は、吉信ではないとの説が有力である。吉信が、厚み親王のこの日の祝いに招かれた時、千歳まで限れる松も今日よりは君に惹かれてよろずがいや、ヘムと歌を詠んだ。吉信はこの歌を持参して、父の頼元に、これを告げた。元は、数度この歌を吟じ 突然、ヨシノに枕を投げつけて、ミカドに招かれたら、これ以上のどのような歌を読むのだと怒鳴りつけたという、大中富ヨシ阿ブに関するカテゴリー、ありがとうございます。